どうも、おなっちゃんねのなつでございます。今日も皆さんに元気を届けられたらなと思います。今日は超チョイスガチャがモンストにやってきたので、早速そちらの方のガチャを引いていきたいと思います。まあまず超チョイスガチャとは何ぞやということで、星6確定5属性から選べます。一体一種類のね、星6がただで手に入るということで、進化、神化、重進化の状態で出てきますということで、火属性、水属性、木属性、光属性、闇属性の中から一体がね、もらえるんで、で対象のキャラクターもね、幅広い形となっております。まあ、画面にはね、風神雷神とかいますけども、ちょっとね、一応確認していきましょう。ということで、まずはミッションから受け取っていきましょう。近畿の極をクリアすると、今回のね、この超チョイスガチャのね、弾を手に入れることができるんで、今月の近畿の極で期間限定ミッションを開催。近畿の極のクエストをクリアした回数に応じて豪華商品をゲットできますということで、1回クリアのところで、この超チョイス玉がね、もらえるんで、まあ、1回でもクリアしてみればなと。まあね、ちょっと難しくてクリアできないよっていう人もいるかもしれませんが、頑張ってね、やれば。もうね、毒我慢さえめちゃめちゃ厳選すれば、1の極はもう簡単になってる、今のね、現環境なんで、ぜひ、この超ちょい玉をね、ゲットしてもらって、引いてもらったらいかがかなと、思います。それでは、じゃあ僕はね、もらっていきますよ。毒玉ももらってますね。毒玉も引いていきましょう。ついでなんでね。厄落としと、いたしましてね、引いてきますよ。たまにはいいんじゃないかな、そういう長いね、ガチャをやっても。はい、ということで受け取れましたんで、はい、こちらですね。グリーンファンタジーも来てます。胸近、新しいキャラ恐られますね。ですがね、今日は超チョイスガチャということでね、皆さんはね、一体どの属性を引こうかなというふうに思っているのかなと、僕もね、考えてるんですよ。どの属性を引こうかななんて、思ってるんですけども、まあ、エクスカリバーが強い。もう半年経ちますよ。ですが、もうエクスカリバー一択ですね、今のところ。火属性で言えば、エクスカリバー。でね、最近出た、鬼綱、この人ですね。見てみましょうか、詳細。こちらの方、はい、鬼丸国綱、うん、鬼国さんが、まあ、ちょっと気になるところではあると。そして、レッドスターズなんで、まあ、引いてらんないよというところですね。背徳さんとかもね、出るんで、まあ、おそらくは僕がね、予想してます。フラパーやるかどうかわかりませんが、その時にね、重心化するんではなかろうかと思うんで、持っておきたい。私一体はね、持ってるんですけど、もう一体確保しておきたいところではありますけども、火属性で言えば、まあ、エクスカリバーと、鬼綱さんと、まあ、よく言えば、構えるとかなんではなかろうかなと、僕は思っております。まあ、その他にもね、強いキャラクターいるんですけども。はい、お次、水属性。水属性は、まあ、魅力がね、一番最近じゃ重心化した感じなのかな。ね、ワタツミとかもね、まだ持ってない人も多いんじゃなかろうかと思います。で、モーセもね、まだ使えますね。まあ、これから、神化からね、進化になってくるのかなと思いますけども。まあ、ノアも強くなってるんで、ここもね、ちょっと、よりどり緑ということで、迷う方も多いんじゃなかろうかと思います。さあ、火属性。まあ、ツタンカーメン。直近だとノクターンでものすごく使えたんで、ここで狙うのも一つの手だと思います。僕はね、3体ね、所持していたんで、たまたま。なので、感じ取った形だと、確かに使えることは使えるんで、持っておいてもいいのかなと思います。で、逆に、ユグドラシル狙い。まあ、もう1体欲しいよとか、持ってないよっていう人は、それでもいいのかななんて思います。はい。ノクターンでね、使えるんで。光属性。光属性は、ちょっとね、ここ最近寂しいかなと。で、アメルもね、ちょっと落ち着いちゃったかな。この王将くんも、ちょっとこれからぶっ刺さって奇想感がやばいんで、まあ、当たったらラッキー。で、弁財天もね、ちょっとどんどん
いな、ね、存在がね、薄くなってきてるんで、まあ、非常に僕好きなキャラなんで、これでね、多分重心化して、まあ、帰ってくるんじゃないかな、なんて思ってるんですけども、まあ、イデア適正とかになって帰ってくるのかな。まあ、ソロモンもね、まだ生きてます。まあ、僕も持ってないんで、欲しいところなんです。さあ、闇。闇属性ね、トゥーフォーが、重心化しましたね。で、僕、持ってなくて使ったんですけど、めちゃめちゃ強い。所持率がね、やっぱいかんせんまだね、少ないと思うんで、あんま分かってないっていうかね、分かってると思うんだけど、僕の耳には飛び込んできないんで、分かんないですけど、トゥーフォール、マジで強い。なんで非常におすすめ。そして、このフビライハンが、実装されたんで、こちらもね、狙っていきたい人は、もう、もろもろいるんじゃなかろうかと思います。カエサルも強いです。ねえ、シャーロックも、いつ重心化来てもおかしくない。パンドラね、重心化期待されてますけども。でね、あとこちらですね、武則天。武則天非常に僕好きです。もう素敵です。ただそれ一択です。なので闇もね、捨てがたいんですよ。闇。ねえ、で、僕が、じゃあ、はい、一体何をお前は引くんだとこんだけ語り散らしといてということで、まずは、じゃあ、徳玉、5連続行きましょう。お願いします。奥玉なんでね。はい。もう役落としも役落としですよ、これは。止まったぞ、おい。ブリギット。ブリジット。持ってないということ。ブリギットですね。持ってないですね、私、この人。ねえ、この人も重心が来てもいいんじゃないかな、もう。いつぞやの人ですね。ありがとうございます。持ってないキャラは何が来ても嬉しいと。さあ、ボックス。整理していきますね。はい、ということで帰ってきました、ということで。さあ、僕が一体この超チョイスガチャを引くのは一体誰なんだということで、どこを引くのかということでですね、気になるとこです。非常に、迷ってます。なんですが、今、現時点で、決めました。エクスカリバー僕持ってないんで、エクスカリバーに、行きたいんで、行きたいかなと。ということで、火属性、ではなく、ちょっと闇属性行きます、僕。闇属性ね、持ってないんですよ、僕。で、14の極、とかがちょっときつい人間だし、で武則天欲しいんすよ。なんで闇属性僕は行きます。行きます。闇属性、皆さんはね、一体どの属性のガチャを引くのか楽しみでございますが、僕は闇属性に行かさせていただきます。キラキラ輝いてる、引っ張る、超チョイス引き、ちょん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 ちょアリス、なんと4体目でございました。ありがとうございます。自陣艦隊が組めるようになりました。ありがとうございます。さあ、皆さんはね、この超チョイスガチャ、ぜひ、引かない手はないと思うんで、どうか、もうどうあがいても引いた方が僕はいいと思うんで、僕はね、こんな結果になりましたけど、皆さんも、ぜひ、この超チョイスガチャ、思い逃しなく、ぜひ引いてください。それでは、おなっちゃんで、なぜかお送りした、超チョイスガチャでした。ありがとうございました。お疲れ様です。またね。